うん、何言ってんだろう。あ、シャドウトルパイ。オッケー。お、春菊じゃん。春菊ざま。春菊いたし。うわ、毒だ。あー、そっちと、あ、ナイスナイス。サーバス。そう、俺天が使ったことないね。天がドリンクは飲んでるって。何してんの？大丈夫か？すげえ。やべ、あ、バカバカ、何言ってんの？バカバカバカ、危ねえ。こんばんは。今日もいつも通りですが。そうですね。平常運転ですけど、いつもより汚いね。運行好きですかとか。コンドームは？コンドームつけたことありますよ。おかしいよね。あ、コンドームありますよ。コンドームつけてしころうと思ったけど、なんかあんま気持ちくなかった。コンドームってそんな、そういうものじゃないけど。罪悪感。どんな味？コンドームね。コンドーム味なんかおい、なんか酸っぱい。大人のおもちゃとは。大人のおもちゃはね、使ったことないですね。童貞ですよ。もうそもそもも何ももう童貞ですよ俺は。ザ童貞で、こんな、あべ、こんな童貞っぽいバトフロユーザーもあんまいないんじゃないですかね。初見です。いらっしゃい。こんな配信ですけど、こんな下ネタばっか言うような配信ですけど、童貞捨てたい。いや、だって童貞捨てた時さ、どう思う自分。怖くないですか？童貞を捨てる気はありますか？俺はないです。ないですけど、女の子のまだ未開拓なとこは知りたい。知る権利はあると思うんだが、いくいくオナニーシコシコ。ああ、うまい。中学生ですか？中ですね。中学生はまだいるよ。いや、ヒロシさんは確かに怖い。違うよ。誰に童貞捧げたい？捧げたい人いるけど、いるけど、つうか。捧げたい人はそれはもちろんソルさんですけどさ。ソルさんに捧げたら絶対ソルさん嫌でしょ。精子が乗ってる写真を送られてきた。待って、なんかすげえ気になること言ってるな。ちょっと待ってね。おちんちん。おちんちん。何？女友達に精子が乗っかってるから送られてきた。何その女友達？ビッチかよ。あ、春菊だ。はい、春菊。向けてますよ。おちんちん、もちろん。俺ね、チンゲ取ってるんですよ。パイパンなんですよね。パイパンだとね、ほんとしこるのが楽。あと、処理が楽。毛に絡まらないし、毛に絡まらないし、毛に精子かかんないから楽ですよ。パイパン。OK。性欲なかなか出ない。まあ、忙しい、不安なことあるとほんとね、性欲って出ないんですよ。高校生以上ですよ、まだ。はい、春菊。中学生と思わない。残念ながら中学生なんですよね。ながら中学生なんですよね。本当に。一くどうやって撮ってる？どうやって撮ってますか？ひげ剃り、なんかあるじゃん、ホテルとかにあるさ、毛剃るやつ、あれで撮ってる。どう向いたの？向いたの？最初向いた時やっぱ痛かったですよね。だけどやっぱ慣れてくるとお風呂でも全然ね平気になってくるんで。向いたってチンコの顔ってことでしょ。チンコの顔向けてますよ、そりゃ。あれ、何、あれ、このね、あ、空爆を使っていきたいよ。あ、最初の何、あれいつだったっけな。なんか友達に紹介されて、友達がオナニーしてたんで、それ見てなんか気持ちいいっつうから、俺を打ち返ってやってみたら、最初なんか出ない、痛いんですよ。やっぱチンコの皮むけてないから。
で、まあ、最初ねこうなんだろう、ただずっといじってただけで全然気持ちよくなかったんだけど、永遠の中1、なんか後半から気持ちよくなってきて、で出した時痛かった、最初の頃痛かったけど、それが快感になってきて、